スイバス県は、トルコ、中央アナトリア地方の県。スイバス県はトルコで2番目に大きい県である。北部を、オルト県、北東部を、ギルスン県、東部を、エルズインジャン県、南東部を、マラティア県、南部を、カフラマンマラシュ県、南西部を、カイセリー県、西部を、ヨズガト県の各県に囲まれている。県庁所在地はスイバス。 中央アナトリア地方の大部分が夏は暑く、乾いていて、冬は冷たく、雪が多いが、スイバス県もこの気候である。しかしながら、東アナトリア地方の気候より、高知の気候となり、県の北部は、国海の気候となる。この県は、温泉で有名である。スイバス県は17つの海自治体がある。シルクロードと王の道はこのスイバス県を通っている。 資料によると、スイバス県の地域は、紀元前2000年の初頃、筆体と文明の期間の間に最初に居住され、重要な存落となった。その後、フリニア、リリア、アッシリア、ローマ帝国、東ローマ帝国、セルジュークアサ、ダニシュメンド朝、エレハンル、イレットナ、オスマン帝国の支配下になった。 現在のトルコ共和国の基礎は、ケマルアタチュルクが大統領の間、1919年9月4日に建てられた芝議会によって築かれた。このように、トルコの国史にとって、水ス県を重要にした。ありがとうございます。